でっかく見えればいいんだよな。でっかく見えて、その時に手を離せばいいんだよね。ちょっとでかくなった。気持ち？いや、違うよな。なんかあるよな、きっと。例えば、こう見えるじゃないですか。あ、でかくなった。あ、ほんとだ、すげえ。あ、なるほどな。わかったわかった。なるほど。へえ。あ、こういうことか、なんか。うわ、びっくりじゃん。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。Nintendo Switch の滑りダウンロードタイトルを中心に覚えて実況しております。YouTube のチャンネル登録、よければお願いいたします。それではですね、今日は、火曜日の新作なんですが、スーパーリミナルっていうね、3D パズルゲームをやっていきます。よろしくお願いします。なんというか、3D パズルではあるんですけれども、特徴としてですね、人間の目に錯覚を起こしてしまうような、いわゆる錯視と呼ばれるね、そういった表現方法とか、遠近法か、そのあたりですね、使ってるような特徴があるらしいです。検索してみるとですね、昨年末ぐらいに確かパソコン版が出ているんですが、いわゆるね、本当にね、登録者めっちゃ多いね、大手の方とかがめちゃくちゃやってるんで、かなり人気の作品かなと思います。思いますが、まあ、僕もね、単純にただ遊んでみたいので、今日ね、スイッチ版リリースということでプレイしてみたいと思います。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。まあなんか、そうですね。確かね、動画は僕まだ見てないんですよ。なんか、任天堂の公式にも、ダウンロードページにも、eShop にもなかったんで、動くとどうなるかわからないんですが、あれだよね、チェスのポーンみたいのがなんかあるのは見えたりとか、ん？なんか、これはなんだ？確かに小さくすごく見えるものとかがある。やっぱりサイズとかを誤認させるようなそのパズルなんですかね。楽しみですね。行きましょうか。はい、行きまーす。音楽はなかなか穏やかな雰囲気。じゃあ、早速今日はニューゲームから行っちゃうか。このゲームはライトの点滅やフラッシュと、読めなかったけど、まあ、眩しいから気をつけろよ、みたいな感じですね。Are you お、filled 何こ with れ。feelings of self-doubt? モダンだ Do you な。find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get はい、blown これは一応ゲーム実況で completely すからout of ね。proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnoscope technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnoscope. We'll make your dreams come true. これが確かドリームスラビーかなんかのテレビ CM だったかな。なんか導入としてそういうのがあるらしいんですよ。で、僕はちょっと、水を飲んでました。ちょっとカチャカチャって変な音してたかもしれませんが。じゃあ行きましょうか。パズルか。はい。L と R で動きます。動けます。視点もか、あ、R で、まあ R でカメラ視点って感じかな。L で自分が動いてます。さあ行きましょうか。お、何これ。A で、サインしちゃった。大丈夫これ。へえ。怖い。何これ。あ、開いた。え 開いたでしょ？うん。今のところ操作はね、すごい快適ですね。最近ね オーバーウォッチばっかりやってるから、なんか、武器とか撃てそうな気がするんですけど、撃てません。よくできてるな。さあ行きましょうか。何でしょうか。ちょっと待って。これ言語日本語だよね。なんかモテるけど、まあいいや、ちょっと、とりあえず言って、あららら。これは何？あ、これモテんの？え、これモテていいの？でかいよね。ちょっと待って、オプションでさ、ゲームプレイ設定で、言語日本語になっている、字幕オンになっている、まあ大丈夫か。ただなんか普通に英語テキストとかありそうだよね。この A ってなんだ？あ、てか、これか？まあいいや、とりあえず進めるようだから進みましょうか。ジャンプできますね。あ、そういえばジャンプできるんだ。Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists.
This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. とのことですが、何のことやら。とりあえず、多分これ、めちゃくちゃ軽いのかな。一応持てることは思います。何 ?C の 2?C の 2? え何がやる?あれ?なんでちっちゃくなったの?ん?ん?ん?何?あれ?なんで?あれ?ちっちゃくなったよね。あれ?なんかおかしいのか、僕は。ん?なんで?あ、なんかあった。なんかわからない。なんでだろう。まあ、いいか、行くか。とりあえず進みましょうか。多分、ジャンル見た限りホラーとかはないから襲われることはないと思うんですよ。前に行こう。何これ。なんか今一瞬うんにょりしてたよね。なんだ、これが悪いのか。へえ。すごいですね。あ、なんかいいな。これ部屋入ってなんか、オブジェクトとかやる感じ。面白い。あ、これなんか置かないとダメのかな。え、実はいけたりしない?ね、今、僕よく使う表現なんですけど、すごいですね、青少年科学館みたいだって言おうとしちゃうんだけど、北海道の一部の人しかわからないっていうね。そういうね、科学研究施設というか、あれ?え?ダメなの?え?何?ノーオブジェクトか。はいはいはい。ダメなんだ。持ち込めなってことか。まあ、ちょっと話の続きですが、それはなんか、まあ、いわゆる、なんだろうね、東京でいうところの、上野の科博みたいなのあるじゃないですか。ああいうところが札幌にもあってみたいな話なんですけど。え、どうするの?てか、これ言えたりしない?もしかして。物持ってこないでねって言ってるよね。こっからは拾えないわ。へぇー。行けなくなる。速攻でダッシュはできない。なんだろう。非常口となんかさ、すごい、別の赤いマークがある。それはいいんだが。僕の知らない操作とかあるか。天井見上げてみるか。カメラとかかな。曲がいいですね。なんか、モダンで。ちょっと待って。何か操作があるわけではない。C のに戻ったりした方がいいのかな?ちょっと詰まってるよね。こことかは。めっちゃちっちゃくとか。これ、そのなんでこうなってんの?それがわかんないんだよね。なんかうまいこといけないかな、これ。ちっちゃ。あ、ダメか、やっぱ。こっちから拾い上げることはできない。一瞬戻っていいですか?なんか別ルートとかあるかな?お、なにこれ?え ?ZR ボタンをですね、回転?L ボタンか。長押しで回転。持ちながら?へぇー。回した。なるほど。アマゾンの段ボールっぽいですね。あ、そういえば、ここら辺見てなかった。どういうこっちゃだろうね。うわ、めっちゃヒントっぽいんだろうな、これきっと。難しいな。あ、やべ、なんか、なくなっちゃった。これでかいなぁ。回しても意味ないよね。さて。
これ、なんかさ、なんで物でっかくなったりするんだ？あれ？ こいつこんなに大きくなかったよね。なんか怖いね。ちょっととりあえず戻ってみよう。あれ？なんだこれ。まあ、謎か謎を呼ぶゲームだな。まあ、多分こういう感じを楽しむんだとは思うんだけど。これチェックしたやつでしょう。どっかでも持てるけど。あ、これ置いた位置でもしかしてなんかサイズ変わってんの？え？ なんかめっちゃちっちゃくなったな。これ持てるわけじゃないんだ。へえ。あ、こうやるとさ、ああ、見えたところに浮かれるんだ。なんだ？これ、例えばでかくするにはどうしたらいいの？え、これちっちゃくなりすぎじゃない？乗れる？ちょっと足りない。これぐらいか。さあ、ちっと戻ってきましたが。めちゃくちゃちっちゃくはできるんだけど、持ってることがダメ。こう？案外意外と簡単だ。意外と簡単だけど、まあ、物というものがどういう作りになってるのか、なんとなく思いやすいだから、これはこれでいい。とは言いたいんだけど、次あそこ行きたいんだったら、もう一回取り戻す感じ。へえ。主人公売ってんだかとか思いますけど。これ大きくする場合どうすんの？ちっちゃいのはわかるんだ。ちっちゃ。ちっちゃいなぁ。でかくしたい場合どうすればいいんだろう。なんかあんのかな。お、ちょっとでかくなった？でっかく見えればいいんだよな。でっかく見えて、その時に手を離せばいいんだよね。ちょっとでかくなった。 気持ち？いや、違うよな。なんかあるよな、きっと。例えば、こう見えるじゃないですか。あ、でかくなった。あ、ほんとだ、すげえ。あ、なるほどな。わかった、わかった。なるほど。へえ。あ、こういうことか、なんか。うわ、びっくりした。Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. まあ、なんかね、表現としては、説明文とかでは強制遠近法とか書いてあったんですけど、なんのこっちゃと思ったけど、こういうことか。これはすごいな。うんよりしてますね。入ると、絶対なんかあるでしょ。知ってる知ってる。こいつ使うんじゃない？楽しい。あ、ごめん。下手くそか。よし。よし、なんか分かってきたぞ。あ、なにこれ。リンゴじゃないよな。回転はできる。あ、入れるやつじゃない。もしかして。回転なんだけどさ、こっち側の回転はないんだよな。回転方向一つしかないっぽいんだけど。これは。何が持ち込まれている？めちゃくちゃ高いですね。かわいいパックマンみたいになってるよ。
これ蓋とか取れるの？これは動かないんだ。へえ。でもなんかここにさ、置いてねみたいな感じじゃないよね、きっと。回転させた上でさ、あ！わかった。なんか、こうなってくれればいいみたいなイメージは湧いたんだけど、じゃあどうするかな。あ、でっかくなった。すげえ。これを繰り返してって、あー、でかくなった。すごい、すごい。で、こうなると、あ、もっとでかくなった。すごい。へー。主人公面白い、なんか。すごいね。あ、でもちっちゃくなっちゃった。そっか、視点を、あ、外しちゃいけないんだな。でっかくする。で、絶対目離しちゃいけない。例えば、すごいこれでかいでしょって言ったら、本当にすごくでかく見えてくるから、こんなもんか。へぇー。すごいすごい。You will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence: I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. 怖いですね。めっちゃ時計がある。僕ね、部屋の中に時計があることが嫌だから、時計と一切置いてないんですよね。ほんと全部パソコンとかスマホで確認してる。うん。これは取れるんでしょう。ちょっと取ってみるか。ちっちゃくしちゃうぞ。ちっちゃくなった。へえ。お、なにこれ。ええー。次は何をすればいい？とりあえず、あ！ないないない。あ、ここ？ここに入れんの？すごいちっちゃくしてみるか。置ける？置けた。あっちも気になるな。あっち何なの？え？なんで？あ、違うか。こっちもガラス的なやつだもんな。え、なんか怖い。ちょっとでも行きたい。え、なんかいいのこれ。え、ちょっと空気おかしくない？こっち。怖いんだけど、なんか。ドリームソーダ。へぇ。Warning. You have deviated from the orientation pathway. え、怖い。何これ。At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. 怖いね。ちょっと、ソーダ組。ああ、なんか落ちてきた。あ、すげえ。ちゃんと出てくる。わお。僕こういうギミック好きなのよ。ぬかコーラとかないよな。ないよな。え？壊れちゃった。ごめんね。よその人大変だわ。違うドア使えって言ってるよね。あ、でも開かねえや。今のところ。なんかさ、このパイプの下に知らない人とかいないよね。大丈夫だよね。とりあえず記念にジュースだけ持ってくか。電球？まあ、今のところはさすがに何もないか。あ、でも押せる押せる。ふぅ。よし。なんか、意見ないよね。大丈夫だよね。僕が知らない世界ない。帰ろうか。おっかない。まあ、行きましょう。でも、きっとこういうのまたあるんだろうな。楽しみにしときます。おや？あららら、え、ガラスが割れてんの？怖いわ、これ。踏んじゃうでしょ。下が見える。あ、あそこにスイッチあったぞ。見えた見えた。ちょっと隙間見えるところからか。主人公は能力者ではないと思うんだけど、まあ、視覚的な、まあ、ここは現実なんかも正直わからないからね。ちっちゃくするんだったら、こうかな。サイズ絞ってって。あ、ちょっと待って。そうじゃねえんだよな。めちゃくちゃちっちゃく考えるんだったら。もうこんなもんにして、で、さらにこうして、こうだ。おお、すげえ。サイコロキャラメルみたいになった。で、この視点を維持しながら、面白いな。カメラ操作重要ですね。で、ああ、なるほどね。
となるわけだな。面白いね。All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. ギフトカードですって。へえ。よし。なんかさ、試合中にさ、これ、少し僕らの世代じゃないと通用しないと思うけどさ、図書券ってなくなったよな。図書カードか、まあそのままね、普通に、なんというか、派遣取りましたけれども、ただ思うと、もう図書カードとかも、ほぼ使わない時代なのかなとか思っちゃう。電子マネーとかなんですかね。こっから向こうには、置けないし、取れないな、今回は。取れないよね。どう？取れる？いや、取れないな。これは何か手立てを考えると。のアイテムです。はいはいはい。ビデオで見てるよって感じか。踏んだ時になんか出る。ああ、これ本当に今回は物の侵入ダメじゃないですか。上とかどうすか？上とか。なんか上とかいけそうじゃね？ああ、ダメか。いや、あそこがやっぱりなんか、あれだな。危険の、こうなって、ラベル入ってんのがちょっとくせ者だな。絶対なんかあるだろう、あれ。あ、わかったわかった。やっぱそうだ、やっぱそうだ、やっぱそうだ。そういうことか。これなんかうまいことさ。うわ、サイズ難しいな。これどうすればいい？でしょ？やっぱ絶対あれいけるなと思ってたんだよね。これ遠くにやりたいんだったら。うわ、なるほど。なんだなんだ。もうちょっとだと思うな。こうやって、こうやればさ、あっちにあることになるのか。すごいゲームだな。わかったわかった。ごめん、ちょっとこれ絶対僕の頭の上にあるんだよね。でかい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 。すげえ。めちゃくちゃでかいやん。カメラ視点だな。あの縁に乗せるようにして。むずっ。そう。カメラが上に、ちょっとサイズちっちゃくして、ちっちゃくした上で、カメラが、違う、カメラがね、上行かないといけないんだよ、あれの。あの上の線を、こうかな。あ、行った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 。よっしゃ。へぇー。やりました。じゃあちょっと、ここ入って、多分メッセージ流れるかな。そんなこともない。お、なんかまた気になるものありますね。あ、リンゴです。どうも、僕はチャオリンゴと言います。よろしくお願いします。と、挨拶をしたところで、今日はキリがいいので終わっておきましょう。お、なんかあるな。というわけで、やるとわかるな。なんか最初説明文見ただけだったら何残っちゃって思ったんですけど、確かにこれは面白いですね。ぜひ続きもやってみたいと思います。じゃあ今日はこんなもんで終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。多分ね、プレイ動画ともたくさん出てるものではあるんですけれども、せっかく聖地で出たということでね、気になってた人とかいたらぜひプレイしてみるのをおすすめします。すごい面白いですね。じゃあよかったらまた見てください。さよなら。